はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。5日目ですね。3アカ使った無課金コレク、まあね、今回はミッションでこれだね、マルキューでね、10連記念コイン三国志ね、こちらゲットできますので、これは3アカ分ね回したいと思います。一応こいつは横取りでもらえるんだっけね。横取りで15勝するとだっけな。うん、これでもね、あ、チャレンジだけでもらえるんだ。はい、というわけで3アカ回したいと思います。一応ね、進捗としては、これメインアカウントね、40回優勝ですね。だから200連勝かな。でも横取りチケットはドロップ1回だけなんだよな。で、まだスキルですね。のんびりやってます。まあ、あと1個だけどね。はい。なんで、冬にはもうちょっとでゲットかな。そんで、なんだっけ。で、ガシャ回しましょう。で、一応ね、中身としては、一応3赤で、今回は、10連コインと、あとね、サブアカの方でね、この前やった、なんだっけ、将棋の ZZ コインか。と、あと、選べるコイン、三国志。こいつらも回したいと思います。で、ごめん。で、さっきの10連の方はどこだっけ ?10 連、これだ。いつものね、中身は最高で、お祭りコイン系でスキルの方ですかね。で、光電自身も暴走のルカソルカもいて、あ、中身は最高でもないですね。はい。まあ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 、スキルね、1回だけでもね、当たったことあるんで、まあ、ワンチャンね、スキル狙いたいと思います。一応これ3アカ回しさせていただいて、で、あとね、さっきも言ったけど、サブアカの方で、この前のおはじきで、クリアした分の、選べるコインがね、あるんで、選べるコイン、三国志。これはね、この前回し忘れた。これ誰がいいんだろうな、展示士かな、復活スキルあるからね。まあ基本的に、秘伝書がね、余ってたらいいんだけど、余ってないからね。そしてあともう一個は、選べるコイン、妖魔将棋も、サブアカ2つね、2枚回したいと思います。まあ、基本主化かなっていうとこあるんですけど、まあ、これもね、言った通り、限界突破できたらいいんだ、限界突破っていうか、秘伝書があったらいいんだけど、まあ、ないからね。どうしようもないというか、だから限界とかのがいいのかな。はい、じゃあ、漫画コイン N 回してないんだろうけどな。さあ、ちょっと運落としていきましょう。さあ、中身は最高。スキル来てほしいな、でも。金来た。うお、黒カプだ。黒カプ、妖怪三国志国取り王子だとね、結構黒カプからね、転生ランクが出たりするんだけど、そんなに甘くない。スキル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 、なんか S もあんま出ないね。はい、こんな感じでございます。じゃあちょっと2番目のアカウントいきます。一応ね、さっきも言った通り選べるコインも回すので、将棋妖怪ね、だからこの鬼雲とかね、これもで主天童子いなかったんだよな、一瞬で消す系。空天もいなかったような気がするな。はい、まあ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 、鬼釜はいたね。という感じでちょっとね、2番目のアカウントはちょっと選べるもね、回したいと思います。まあ、主化がね、正直。これもタップでデカップに。で、ダブルスキルがそうだ。ダブルスキル、スキル2がゲットできないから、なかなか選べるも微妙なとこだよな。うん。玄武もね、同じですね、ダブルスキルで。変身スキルか。あ、変身スキルだからいいんだ。ごめんごめん。これは、将棋妖怪は変身スキルであるんで、ダブルじゃなかった。違いましたね。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ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 。
選んでみたいと思います。一応あと将棋の方は、あ、将棋じゃない、ごめん、三国志妖怪については、これは展示士かな、これは一体があるんでね、あと溜まった状態でスタート、このスキルにこれがねもらえないから、これはちょっと残念かな。リンネもね悪くないんだけどね、溜まった状態スタート、まあこれも今更デッドのリンネに入れるかってとこなんで、はい、冷戦じゃ帰ら、これは未習得なんだ、はい、というわけで感じですね。王騎陣はまあ、トーナメントリーダーなだけだからな、特にいいかな。はい、じゃあ2番目のアカウントいきます。コキビちゃんは ZZ なんだね、なるほどね。はい、これ2番目のアカウントで、現在優勝10回ですね。だから50連勝。横取りチケットはなんかねドロップ1回だけでしたね。でこのアカウントはコマさんがいるのか、じゃあ行きましょう。あ、ごめん。で、さっき言った Z 選べるコインはね、ここで回したいと思います。行きましょう。一応3番目のアカウントね、同じように、この選べるコイン2個回したいと思ってます。もういいや、行っちゃおう。貯金なんか三国志は雑魚キャラが多いって言ったら失礼だけど、なんか昔のランクって感じだよね遺伝書きた、あ、おお、エンラエンラ、まあ今 A ランクが SS ランク的な、あ、結構埋まってないから結構まだまだ来そうだな、ね、今 A ランクがね、SS って感じだよね。さあ、ラスト金。お、いいじゃん。好天実施。ソルか。まあね、妖怪三国志のゲームのね、ボスがソルカとノルカで、ノルカソルカがボスか。はい、そしたらさっき見てた、選べるね。前回回さなかったんだな。で、展示紙持ってんだ。展示紙持ってたらな。大きい陣でいいか。もしかしたらゲットできるかもしれませんが。いや。展示紙もね、技レベルマックスじゃないんだよね。キュービがね、キュービゲットできたらね、大きい陣倒しやすいと思うんですけど、まあいいや、はい、ゲットしたい、しちゃいました。そしてさっきお話ししたダイラベルコイ、妖魔将棋の方ね、結構持ってんなこのアカウントで、ゲームたち、まあ支援はデカップに作るだったかな。まあこれもね、やっぱ限界突破しててなんぼなんで、私はねこのアシュラにします。アシュラかな、結構持ってんな、アシュラ未だに使うね。このね、学校がエンマとアシュラのおかげで、まあ正直サブアカは立ち回れてたって歴史がねあるんだけどね。はい、というわけで限界突破しました。これがベストでしょう。一応ね、ウサピも持ってんのか。これね、ほんとこの弱いサブアカが2年前はね、あの毎月 Y ポイント配布があって、その時にね、この学校がエンマと、こうね、溜まった状態でスタート、学校がエンマと、デカップに振ってくるアシュラのおかげでね、これで気まぐれゲートとかね、周回できてよかったんだよね。はい、というわけで、アシュラまだ使うと思うので、限界突破できてよかったかな。豪傑の ZZZ って持ってないな。はい、じゃあ3番目いきましょう。大きい陣もねゲットしたんで、まあ大剣士キュービーなんかゲットできないだろうから、はい、これでよかったんじゃないかな。はい、じゃあ3番目いきましょう。
はい、これ3番目のアカウントで、これもね、50連勝で10回優勝。ただこの、あ、このアカウントも1個か。みんな1個ずつだな、ドロップはな。まだこれは必殺が揃ってない。はい、行きましょう。このアカウントはぬらりゲットできてますね。うん、なんで、まあ反撃する頑張ってやるかなって感じですかね。あ、またミッションだ。ちなみに、ダブルスキルのあれどうなんだろう。はい、そしたら、回しましょう。これかな。こっちだね。さあ、行きましょう。なんかもうちょっと、あれだよね。しょうがないか。まあこれサブアカだからな、結構時点埋まってないはずなんで。 A ランクいっぱい出てる。あ、もう必殺の秘伝書やった。さあ金、コマさんでした。コマさん S。 そしてエラベールはね、これも大きい陣でいいかな。冬にゃん。あ、でも冬にゃん好きだから冬にゃんにしようかな。でもいいや、大きい陣で。なんかウィスパーにすればね、なんかコンプルできるんだけど、まあ別にいいやって感じ。大きい陣がね、ドロップ。大きい陣と冬にゃんはね、ゲットできる可能性あるからね、今回ね。だけど、いいや。ごめんね、ウィスパー。で、この辺は、シュカがいいけどし、玄武もいいしっていう感じあるんですが、さっきも言いましたけど、このアカウントもね、さっきのセットを持ってるんですよ。だからこのアカウントも、これ金なのね、ZZ コインなのに。はい、柱をゲットにしましたっていう感じで、プラス。限界突破ですね。はい、じゃあ今回こんな感じです。ちょっとひどいんですが、はい、明日あれかな、後天寺市超アップ来るかな。はい、そんな感じで明日またねガチャ引いて、あと何か復刻挟んでラストチャンスかな。で、一応さ、今回一応三国志イベントなんで、なんか過去のね、ダブルスキルのやつなんかできたらね、復刻とかねしてほしいなって感じで。展示しね、うん、スキル2のやつね、三国兵法書の復刻もあるといいなと思っております。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さようなら。あ、ウィスパーにしてあげればよかったかな。ごめん、ウィスパー大きい陣にしちゃった。